いつかお前を取りに来るぞ。お、こいつ、うわ飛んでる。うわ、ティラノサウルス。よし、やっていこうかなって思うんですけども、実は前回からもう2週間ぐらい空いちゃって、もう覚えてないのよ。何やったか全然覚えてなくて、化石掘ったぐらいとこまでしか覚えてないのよ。ちょ、ボックス見ていこうかな。ボックス？なんかおったっけ？何がおったかもいまいち覚えてない。御三家の草タイプを、ゲットしたの覚えてないけど、あとなんか覚えてたっけ？あー、カモネギ来たな。あー、こんなやつおったな。はい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 。全然おらんな。全然おらんな。で、手持ちは？あ、バギラゴン。あ、火の鳥？サンゴ。フェラベベ。クソみたいな名前してんな。ファイザー。チゴラス。あ、こいつか。こいつがあれや。タモから帰ったやつじゃない。タモじゃない。化石から帰ったやつじゃん。あー、はいはい。思い出した思い出した思い出した。で、今俺は何をしてんの？てか、まださ、2バッチ目も行ってなかったの確か。まだ1バッチ目よな、確か俺。じゃあとりあえずさ、2バッチ目行くか。え、ここジムあったんやったっけ？全然記憶ねえや。なんか、あれちょっと待って、これどこや？そもそも。あ、雨降ってる。どこ行ったんや、これ。この下は？なんかあるん？この家とか。え、この家行ったっけ？これなんか行ったくせえぞ、これ。あ、これ行ったくせえ。ここやったっけ？ここに行けばいいんか？ここなんなん？鉱人水族館。へえ。ガラスの向こうのポケモンたち、毎日やってくる人間のおかしな顔を眺めてるんだな。ポケモンいるん？おらんくね？え？一匹もおらんくね？どういうこと？お前ら何見てんのこれ。ポケモンと一緒に海の中泳ぎたい。うわぁ、お魚ポケモン、お腹が丸見え。いや、おらんて。めっちゃでっかいコイキングゾウあるやん。ちゃくちゃでかいやん。旅するトレーナーさん、君も水中のポケモンと出会うため釣りをしてるでしょ。あ、まさか。来た、釣り竿。僕はボロ釣り竿を集めている釣り竿マニアだし、釣りたい。ボロ釣り竿マニアって意味わからんねんけど。なんでボロ釣り竿を集めてんの？釣り竿一本使い方説明するね。スメ向かって、あ、はいはい。大体でも終わりやろ。あ、で、わかるやろ。簡単やろ、これ。大体同じやろ。さあ。こっちでいいよな。こっちで合ってんやろ、俺。8番道路、ミュライユ海岸。ほう。水ポケモン釣ってくと思ったけど、まだいけ、あ、釣れる？水ポケモン釣ってく？雨すごいけど。雨すごいねんけど。マゴの実。一回釣ってみようか。はい。あ、違うか。これどうやって使うんや？あ、これバックからいちいち、あ、これ登録しなあかんのかな？オッケー。さあ。なんか釣れっかな？あ、釣れないな。ボロ釣り竿ってさ、確か釣りにくかったんやったっけ？なんかあるんやったっけ？来た！来た！おい、そういや俺水タイプ持ってんから水タイプ捕まえたいな。うわー、でもラブカスはちょっとなあ、なんや、さすがダウンジングマシン。これさえあれば見えない、道具もバッチリ発見。アダム使って、そして見つけて取れちゃおう。あ、ダウンジングマシンね。俺使ったことねえな。ポケモンシリーズで俺ダウンジングマシン。なんかビビビってさ、アイテムの、隠しアイテムの場所を教えてくれるやつやんな。絶対使ったことねえわ。ん？うわー、すごい、あれ、あ、これ上やん。この前、ここ通ったような気する。この空手家と戦ってなかったっけ？でもこの空手家いたような気する。エッチ。すっごいエッチ。何このお姉さん。すっごいエッチなお姉さん来た。そして最悪タイプ相性。水タイプやろ、あいつ。水引こうやろ。うわ、いや、きつい。いや、きつい。俺のパーティー、きつい。水飛行に、ああ、よかった、レベル差でご利用した。水飛行に対抗できるやつ、おらん。あ、いいね。水飛行やったら、電気やろ？電気4倍やろ？電気が、あ、俺電気もおらんな。
電気も欲しいな。水タイプポケモンと電気タイプポケモン欲しいな。足りひんぞ。うん。てか俺ファイヤーとさ、リザードンじゃなくてリザードか。タイプ一緒やから、被ってんのよな。うん。タイプ被ってっから、そこちょっとどっちかな、なんとかしたいな。いや、もう泳げないんだから手加減してよ。えっし。この釣りしてる人とかの戦えるのかな。あ、シュッシュッシュ。何千万、何千、何万と繰り返した釣り竿の素振りを成果を見よう。どうせ恋金がやろ。どうせ恋金がやろ。うん。あ、目のクラゲやるやん。こいつ大抵恋金がやったのに今まで。大抵釣り竿持ってるやつ恋金がやったのな、今まで。やるやん、こいつ。ただ目のクラゲは、効果抜群じゃねえか、ニドルアーム。え？あ、そうか、毒が、あ、そや。こいつ毒タイプ持ってんやん。あ、だからや。そうかそうか。水タイプに効果抜群けど、毒タイプに効果いますって言うからそのままなんや。タイプ相性。そうかそうかそうか。あ、でもまあ、じゃあ噛みつく。噛みつくはどう？まあ、どっちより一発か。まあ、どっちより一発や。じゃあ噛みつくていいや。はい、オッケー。あ、経験値うま。あ、いいね。オッケー。経験値うまいぞ、こいつ。こいつめっちゃ経験値うまいやん。さあ。噛みつく。先生いらないけど、先生の爪。ちょ、レベル高いな、俺。なんか、弱いな。トレーナー、野良トレーナーが。こんなもんか、でも。オッケー。俺、今、レベル一番低いのは誰や？あ、3号か。いや、だいたい25レベルぐらいにしたいよな。2バッチ目行くま。2バッチ目ってどこにあんねん、てか。結構長いよな。2バッチ目まで。お前さん、おもろだな。釣り人の経験でわかるぞ。え、なんかさ、2バッチ目まで長いような気する、今作。もう今作って意味わからんけど。だいぶ前の作品やから、今作って言い方意味わからんけど、今作さ、2バッチ目までちょっと長いない。1バッチ目終わった後、2バッチ目までが長いわ。さあ、シェルダーとか、シェルダーとか俺、知ってるけど一回もゲットしたことないかもしれんな。ポケモンやっててあんまゲットできんくない。あんまなんかそんなどこにでもいるようなポケモンじゃないような気する。あ、ペラペラレベル上がった。名前最悪やな、マジで。マジ名前最悪。誰これ、ペラペラとかつけたやつ。あ、ヒトデマン。ヒトデマンは霞のイメージしかねえわ。うん、ヒトデマンとコダックは霞のイメージしかねえ、マジで。いいね。経験値うまない、こいつら。しゃ。ただ俺、マジ、水タイプとか飛行タイプに弱すぎるな。エチのお姉さん。エチのお姉さん。エチのお姉さん来た。エチのお姉さん来た。この右、卒業するの。そう、あなたが最後の相手ね。え？俺で卒業？エッチすぎん、マジでこれ、ほんまに。これ、ビキニのお姉さん、ちょっと、アメモースって誰？あー、いた！いた、こんなやつ。何てっけ、アメンボみたいなやつの進化系よな。エッチなお姉さん、エッチなお姉さん、エッチすぎんか、マジで。ほんまに。ちゃ、エッチなお姉さんじゃないわ。何のお姉さんやったっけ。あ、え、全然食らへんやん。え、あれこいつタイプ、水じゃないんか。あれ効果見ましつつ。あれこいつ何タイプな、わかんね。え、こいつ何タイプ、転がるでいいか。じゃあこういうタイプが分からへんやつは転がる使っといたら死ぬからいいわ。効果抜群やん。え、あ、虫か、虫か、虫タイプか、もしかして。めちゃくちゃ経験値うまいし。虫タイプか。チゴラスって進化すんのかな。あ、ビキニのお姉さん、エチのお姉さんじゃないわ。エチのお姉さんじゃない、あのビキニのお姉さんな。うん、の商用シティ、あ？商用シティ着いたやん。ここか。ジミリダは山の上。自転車レースで負けた俺だが、次はポケモン勝負で挑む。ほう。自転車勝負。え、自転車もあんの結局。じゃあ取れない。よければこれ持ってきなよ。ホイップポップ。何これ。ホイップが好きだったり、氷をフレーバーが好きとか、いろんなポケモンがいるもんだね。な、何それ。なんなんこれ。ふんわりふわふわに泡立てたほんのり甘いクリーム。あるポケモンが好んでいる。へぇ。
わかんね。わかんね。こんにちは。よろしければ、あなたのハリボーグ、マッサージしましょう。お、マス。マッサージ?マス。抜きありですけど。やめとこう。じゃあやってもらおうか。はい、それでは始めますね。回復するのかな?どうなんの?はい、お疲れ様でした。今のマッサージであなたに懐いた、あ、懐き度アップか。なるほど。じゃ、この子は?マッサージで心をほぐされたら、それは懐いちゃうもんです。めちゃくちゃ大人びてるやん、お前。めちゃくちゃ喋り方大人びてますやん。あれ?ここチャリ屋さんか?結局チャリあんの?おー、いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。結局チャリあんの?お客さんすごいね。オープンしてから、1万と1人目だよ。1万ぴったりなら無条件で自転車をプレゼントしてたんだけど、前後賞であなたは、クイズで見事正解なら自転車をプレゼント。いいんか別に。いいのか?前後賞とかつけちゃってそんなんに。自転車にはカラバレーションがある。ある!ごめんと、いやー、君なり自転車を心から愛してくれるだろう。では、黄色と緑の自転車、黄色にしよう。黄色の自転車、いいね。それでは、カラスをかっ飛ばしてよ。おー、自転車もゲットできんの?自転車の方が早いんかな?じゃあ、そのまま行くか。オッケー、自転車。おー、クソ早いやん。クソ早いやん。めちゃくちゃ早いやん。あ、ちゃんと自転車はあるんや。じゃあ、ローラースケートって何の意味があったん?マジで。自転車でよかったやん。広い広いカラス地方、ポケモン図鑑も3つあるってどれだけのポケモンがいるのかな。え、そうなん。え、ポケモン図鑑も3つあんの。初めて開く。セントラルカロス地方、カロス図鑑、コーストカロス地、カロス図鑑。はあ、何それ。じゃあ、あともう1個あんねん。しかも、え、もしかしたらあれかな、ハートゴールド、ソードシルバーみたいにさ、2大陸行き来するみたいな。ハートゴールド、ソードシルバー、確かそうやったよな。二大陸行き来してたよな。うわ、服屋さんや、来た。ちょっと待って。トートバッグ。帽子がかわいい。帽子がかわいいな。あ、ちょっとカジュアルめの服ね。あー、なるほど。あ、これ、服とあれか、全部別々なんや、値段。じゃあちょっと買うか。これと、これ。スニーカーはいいか。で、いや、この帽子かわいいねんな。この帽子も買っとこう。やばい、金なくなってきた。やべ。うわ、いいやん。急にギャルになったけど。急にギャルっぽくなったな。いや、でもいいやん。あ、結構いいやん。よくね?見た目。めちゃくちゃギャルやな。めちゃくちゃギャルや。あれ、これはじゃあカフェ、これ。ここは。あ、カフェや。おっしゃん。ん?私どもの、カフェだけど、愛しのポケモンを見せたいというお客様に愛されているよ。店内の座席によって料金が異なるけど、こちらで時間を過ごしますか?はい。ではどちらに?テラス、カウンター、うわぁ!たっけー、テラス!いや、行くしかないでしょ、テラスでも。うい、かじこました。ではテラス!おい、席料金だけで5000円って、ぼったくりやろ、マジで。おい。あ、でも、いい雰囲気。こちらカフェの、自慢のスペシャルジュースです。では、ごゆっくりと。チップを渡します。チップまで取るんかよ。ちょ、さすがに払えません。めちゃくちゃ金取られるやん。え?終わり?おい、終わり?終わり?これだけ?一杯だけ ?5000 円で?テラスで道行く人を、眺めつつ過ごす相手は、このピジョンちゃんやで。あ、そうやって見せて、いや、いらん。俺、このために5000円払ったん?私が笑えばピジョンも笑うし、私が悲しめばピジョンも悲しむんよ。そう、ポケモンとの時間をどう過ごすかはトレーナー次第。嘘やろ?これ、ちょっと待って、しかも、もう、なんか反射板になって、見えへんし、向こう側も。うん。これ、終わり?これで5000円?マジ?マジかよ。もうお帰り?あ、はい。やることないんで。また来てくれると、カフェも、二度と来るか。こっち、こっちか。ん?誰や、お前。おや、まあ、あなたは、なんということでしょう。自転車レースは私の1フィニッシュで終わりましたよ。
レースを見れなかった代わりに秘伝技怪力をどうぞ。ポケモンを使ってもらえば大きな岩も押せますから。はあ、自転車レースとか言ってたな、そういや。はい。もっとも戦っていない時に怪力の技を使うなら、ジムリーダーの私が倒すジムバッジが必要です。私はポケモンジムにいますので、よろしくいらしてくださいね。で、一番上にいるんか。こっちから行けんの？え、これジム？え、これどういったんのこれ。こっちから行ったいの？あ、こうも行けるよって感じか。え、今のがジムなん？え、でもえ、てっぺんにあるって言ったよな、ジムは。あれ？あ、こっちか。あ、どこだ、ここ。ちげえな、多分ここじゃねえな。あ、やっぱ下か。え、じゃあ下か。そっち側か、やっぱジムは。これがジム？うわ、ジムや。すっげえ。すーごい、お前、洞窟の中にジム作ってんのかよ。やば。なにここ。大詰めのチャンピオン。ここは岩タイプの僕。いや、岩タイプか。鋼タイプや水タイプなど苦手が多いのって可愛いだろ。あとは青色の足場から壁を調べるんだ。縦横を自由自在に動き、ジムリーダーを目指すんだぜ。ほう。ちょっと待って。岩タイプ？きつくね。俺らきつくね、岩タイプは。アクエスパー。炎飛行、草、フェアリー。炎、岩、ドラゴン。きつい。きついよ。ちょっときついな。シゴラス引くか、前。でもきつい。あー、で、こういう感じでロッククライミングすんやん。待って、岩タイプちょっときつくない？どうしよう。シゴラス一回様子見てみっか。修行もクライミングも、苦しくてちょっと休憩。ちょっとこれ、シゴラスで様子見するしかねえな。ホープトレーナーニコールが勝負仕掛けてきた。石住まい虫岩か、確か虫岩で岩タイプって効果抜群なんかな。あー、しかもチゴラスといい感じの噛みつく。うわ、めんどくせえ技してるやん、お前。噛みつくでどれぐらい入る、これ。噛みつくしか覚えてんやんけ、しかもお前まともな攻撃技。それで急所か、それで急所か、マジこれできるでしょ。うわ、めんどくさい。それ何回もくれちゃう。あ、めんどくさい。あ、やばい。いやー、これちょっときつくないか。いや、岩タイプちょっときついね、やっぱ。これ、あー、シゴラス微妙いなー。サンゴいけるかな。いや、でもサンゴレベル足りてないな、まだ。ジーランスって何？あー、こいつって岩タイプなん？こいつって岩タイプなん？ニドルアーム行ってみようかな。こいつって岩タイプなん？これで多分分かれよ。水タイプやんな。あれ？こいつって水よな。あ、岩タイプ持ってんのか、あいつ。わかんねえや。わかんねえや。ああ。全然タイプ相性わかんねえし、ポケモンなタイプもわかんねえや。ちょっとチゴラスまずいわ。チゴラス一回引っ込もう。やっぱバギラゴンで行くわ。さて。うわ。なるほど。二方向に分かれてんや。これどっちから行くのが正しいんやろ。なんかジムもなんか結構凝ってるよな。XY ジム。すごいな。めちゃくちゃジム凝ってるくない？あ、これどうすんの？こっち行って、OK？ こっち行って、あれこれ一周回んじゃね？あれ？お？こいつ戦わんでいいけど、まあ、戦うか、せっかくやしな。なんか戦わんでいい奴らも出てきたな。昔だったら絶対にさ、全員と戦わなあかんかったけど、トレーナーと。なんか戦わんでいいトレーナーもいんねんな、ジムの中に。山男の竹本が、勝負してきた。ダンゴロ。ダンゴロは、岩地面。岩地面やったよな、確か。あれ？じゃあ聞くんじゃね？聞くんじゃね？ニードルアーム。微妙？普通か。あ、ほら聞いた。頑丈か。オーケー。まあそうやろうな。まあ頑丈持ってるでしょうね。
雑魚。そんな命中率下がったところでお前あと1やぞ。何ができんねん。おい、たかが命中率1回下げられたぐらいでお前。オッケー、よーし、オッケー、オッケー。いやーこれマジで火の鳥かさ。いや火の鳥やな、次リストラは。ちょっと火の鳥さんがね、今んとこね、ちょっときついよね、このメンツやと。少量のポケモン人は気高い精神を持つ者だけが登っていい場所なの。ロッククライミング、あ、かわいい。ポップトレーナー、マノン。この、ホープトレーナーってなんなん？ソルロック。うわ、ナッツ。ナッツ、ソルロック。こいつ、いいわ。じゃあ、ニードラン無理かな？噛みつくにしとくか。噛みつくで拾んでくれたワンチャン。ありがたい。ヒルメ。ヒルメ。効果抜群？あ、エスパーや。あ、こいつ、エスパー持ってんじゃん。エスパー、岩や。めちゃくちゃ効くやん。めちゃくちゃ効くやん。そやろ。めちゃくちゃダメージ入るやん。OK？ レベルアップ。そろそろバギラも進化するんじゃね？進化してほしいんだけど。いや、突進はいらんわ。そろそろバギラゴン進化してほしいんだけど、お前ちょっと見た目がダサすぎる。第2段階。うん。いいね、フェラウェイも上がってきたね。お、ファイザーも上がってきた。ファイザーもリザードにし、お、めちゃくちゃ上がってる。やばい、やばい、やばい。チゴラスの進化見てえな。ルナトーンは確か今の月バージョンよ。チゴラスの進化みたいな。チゴラスも進化あるんじゃね？さすがに恐竜状態じゃないやろ。ちっちゃい恐竜状態みたいな。多分文字段階。うわー、めんどくさ。うわー、めんどくさ。うわー、めんどくさ。あったっけ、眠気覚まし。ないない。あ、これちゃう。状態上こっちか。木の実。混乱。桃の実。毒。いや、なんでもないし、使いたくないな、これ。いやー、これ。起きてもらうの待つしかねえか。いやー、起きろ。いやー、きつい、めんどくさい。あ、やばい。やばい。あ、あれ？効果今一つ？あれ？あれ？なんで効果今一つなんや？起きろ！ああ。あれ、なんでや？草タイプ。草タイプと岩って、岩の方が強くね？めちゃくちゃ先生の爪発動するやん。めちゃくちゃ先生の爪発動するやん。30% やろ、確か先生の爪って。めちゃくちゃ発動するやん。そんな？倒れたし。え？どうしよう。やば。やば。やば。ファイザー行く？え、ファイザー行くこれ。いや、行けるか、ファイザー。竜の怒り！オッケー。ちょっと待って、やばい。死んじゃった。バギラゴンが死んじゃった。え？てか、あれ待って、草タイプ、俺バギラゴンのタイプを理解してないんですけど、バギラゴンって、草よな。あれ？なんかいつの間にか草と岩ってさ、岩が効果抜群になる、あれ？タイプ相性覚えてねえわ、ポケモンの。岩と草って岩の方が強かったイメージあんねんけどな。こっちがだいぶ登らなあかんな。うわ。ちょっと待って、これさ。これきっつ。これきっつ。火の鳥。いや、火の鳥じゃ無理でしょ。フェラベベは？ツーの虫、妖精の風。何これ？ HP 半分回復、妖精の風。うわぁ。いやー、これ、行ってみっか。テラベベ。ちょ、バギラゴンね。ポケセン行ったら回復できんだけど、ちょっとね。一旦このまま行ってみるわ。クライミングはポケモン勝負も、リズメ、ロジックのゲームだな。
めちゃくちゃパワー系の見た目してて、ロジックとか使うんや、お前。うわ、3体はきついかも。あ、サイホーンはいけるかも。サイホーンは、地面タイプ持ってっから、多分草タイプ効果抜群。ってことで、葉っぱカッターがツーのムチってどっちの方がこういう高い？技を見る。鶴のムチ。威力45。葉っぱカッター55。葉っぱカッターでしょ。OK。命中率95やけど、さすがにこの 5% は外さへん。さあ、いけ！ちょ、硬っ。硬っ。え？なんか、圧倒的。なにこれ？圧倒的力の差があんねんけど、なにこれ？え？フェラベベって弱い。もしかしてやけど、フェラベベって弱いですか？ノズパスは、岩地面？ちょっと待って。火の鳥行く？火の鳥。あ、待って、火の鳥あれや。そうや。こいつ飛行技持ってねえ。わー、ファイザー行こうか。ファイザー行こう。ファイザーチェンジ。ファイザー行こう。いや、ミスター、そうや、火の鳥あれや。飛行技持ってへんや、こいつ。忘れてた。うわー、めんどくせえ技。うわー、めんどくせえ技持ってんな、お前。うわー、めんどくせえ技持ってんね、君。竜の怒り！体当たり？舐めてるやん。いけ！よし！いやー、まあまあまあ。ヒノコ。体当たり？舐めてるやん、こいつ。体、あー！やばい！あぶね！よし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 。よし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 。竜の息吹でもあれなんよ。あれ。うわ、イワーク。イワーク。サンゴ行ってみっか。竜の怒りはね、ジム戦に取っときたい。うん。もう今ここの、この状況を打開できんのは、ファイザーしかおらん。ファイザーの竜の怒りしかない。息吹か。息吹しかねえ。最高ウェブ。もう催眠術とかもうそんな、あれはせへん。最高ウェブで行こう。うん。催眠術とかいうそんな、ギャンブルはせへん。ちゃんと攻撃し、ですね。ちょっと待って。ちょっと待って。あまり効いてない。使うためにダメージが変わる。あ、イカ様？イカ様強くね？イカ様行ってみっか。最高ウェブランダムなんか、ダメージ。だからさっき相手の最高ウェブであんな、ムラがあったんか、ダメージに。どう？イカ様。いや、微妙。微妙。最高ウェブでいいかもしれん。まあでも、この体当たりしかしてこんやったら、多分ワンチャン最高ウェブで、上振れたら、上振れたー。こういうことか。サイコウェーブ結構ギャンブルやな。あ、ギャンブルや結構。なるほど。あ、そういう感じか。結構ギャンブル、ギャンブルやな。ギャンブル技や。オッケー。ちょっと進化せんかな。ちょっと待って、一回隠すか全員。あれ？これもうあれか？あ、来た。来たー。こいつが、あれか、トレーナーか。チャンピオン、チャンピオンじゃねえわ。な、ジムリーダーか。ああ。私はな、待っていました。首を長くして。いえ、首だけではなく手足も伸ばして。何を待っていたか、もちろんチャレンジャーです。あなたは壁を登り、ここに到達しました。非常に素晴らしいことです。それでは、それでこそ私も伸ばした首と手と足を使い、存分に戦います。もちろん手足の長さは壁登りには役立ちますが、ポケモンの強さに何の関係もありません。うお、バキ、いるわ、たまに。いるわ、たまに。めちゃくちゃボキボキ鳴らすやつ。
ザクロ。マジでさ、BGM が、めちゃくちゃかっこいいんだけど。これ俺、このジムリーダーの GM、あの BGM、ずっと聞いてられんな、マジで。マジかっけえ。マジかっこいいんだけど、何これ。年々良くなってってる、マジで。年々良くなってってますやん。え、何？アマルスって何？え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。え？水？え？え、まさかの水？ちょっと待って、嘘やろ？え、わかんね。あれ、こいつ新しいやつやん。え、水？かん、え？え、この見た目で水じゃなかったらもうわからへんねんけど。え、じゃ、とりあえずステルスロックは巻く。突進はもうあれやわ。は、なんで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 ？は？え？え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。岩ドラゴンやんな。え、岩ドラゴンやんな。え、突進ってノーマルやんな。あれ？え、突進ってノーマル技じゃないの？え、なんで？なんで効果抜群なの？意味がわからへん。ちょっと待って、全然わからへん。ちょっと待って、え、こいつ何？こいつ何？これ、アマルスってやつ。え、え、じゃあ葉っぱ買った。え、これで効果抜群じゃなかったらちょっとわからへんもん。いや、やんな、水、よーふふふわ。よーふふふわ。フェラベベ、よーうわ、え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。え、こいつがわからん。え、多分、え、多分こいつ、岩水とかいうタイプある？岩水タイプ？え、突進がさ、タイプわからんねんけど。突進のタイプ何？ちょっと待って。やばい。ファイザー。ファイザー行きますか。え、ちょっと待って、マジでわからんわ。うわ、岩砕きのシゴラスが死んでもうたやんけ。竜の怒り？え、わかんねえタイプ。あー、でも倒した。え、わか、え、なにこいつ。え、いまだにタイプわかってないねんけど。いまだにタイプわかってないねんけど。今のやつの。チゴラスか。チゴラスか。岩ドラゴンや。じゃあ、竜の怒りや。効果抜群や。しとめろ！え、あれ？効果抜群じゃないの？なんかさ、俺が、あれ？え、なんかさ、俺の知らんところ、え？もしかして、ブラックから XY になるときに、大幅なタイプ相性の変更あった？もしかして。え？ドラゴン同士が効果抜群なんてもうそういう時代じゃないの？なんで？え？わからん。わからん。勝った。わからん。もうタイプ相性わからん。
もう今のポケモンのタイプ相性わからん。わからん。全然わからんまま終わったわ。何やったんや。どんな手を伸ばしても、どんな手を伸ばしても届かないものもあるでしょう。ですが諦めないこと。どんな時でも、どんな相手でも諦めないこと。戦うあなたたちの中でその心を感じました。そんなグレード高いあなたとポケモンのチームワークにウォールバッチを。結局お前が使ってたポケモンが一体何タイプで何が効果を集めるなんか、タイプ相性が全く分かりませんでした。本当に。ウォールバッチをお持ちならば、人と交換したポケモンでもゆるゆる40なら問題なく。はいはいはい。あ、岩石球児。岩石球児は地味にありがたいな。うん。岩石球児は地味にありがたい。岩石球児。岩を投げつけ、攻撃しつつ落ちた岩が動きを封じて相手のスペースを下げることでしょう。このチームの壁登り、ボルダリング以外に長い手足をどう活かせばいいか。あなたは共に戦うポケモンをどう伸ばせばいいか。お互い考えましょう。笑顔になるために。怖い。全然お前、わからなかった。正直。うん。正直お前のタイプ相性、マジわからなかった。ああ。なんか、いつまにか勝ってた。いや、でもこの前と俺やばいかもしれんな。チャンピオン。うん。チャンピオン目指すにおいて、今のこの現状のタイプ相性を理解してるの、なかなか危ないかもしれん。